第5代、ラトランド公爵、1803年、1804年頃。ろ。第5代、ラトランド公爵ジョン・ヘンリー・マナーズは、イギリスの貴族。1779年から1787年まで、グランビー公爵の儀礼称号を使用した。第4代、ラトランド公爵、チャールズ・マナーズとメアリー・イザベラ・サマセットの長男として、1778年1月4日に、 ナイツブリッジで生まれ、2月9日に、ウェストミンスターの聖マーガレット教会で洗礼を受けた。1787年10月24日に、父が死去すると、ラトランド公爵位を継承した。ハーロー校で教育を受けた後、ケンブリッジ大学トリニティカレッジに、進学、1797年に MA の学位を習得した。 1799年から1857年までレスターシャー党官を務めたほか、1799年から1800年までケンブリッジ市裁判所判事を務め、スカーバラとグランサムの市裁判所判事を務めた時期もあった。1803年11月25日、ガーター勲章を授与された。 1815年から1857年まで大英博物館理事の一人を務めた。1821年7月19日のジョージ四世、大冠式では王爵を持つ役割を果たした。ベンジャミン・ディズレイリの政治小説、カニングズ・ビーの登場人物、ボーマノワール公爵は、第5代、ラトランド公爵がモデルであるとされる。1857年1月20日に、 ビーバー城で死去29日に同地で埋葬された。息子、チャールズ・セシル・ジョンが借位を継承した。1799年4月22日、エリザベス・ハワードと結婚五男四女を設けた。ありがとうございます。